はい、こんにちは、タートルです。今回はね、パンチや蹴りをするときに、要はキックとかなんか特にバランスがないって思ってる人が多いと思うんだけど、まずね、蹴るときとかにこうグラグラしちゃう、バランスがないっていうことは、実はね、筋力がないっていうことです。体幹トレーニングをね、今日は4つほど紹介させてもらおうと思います。で、まずね、この4つ、だいたい今各10回ずつ、そして、まあ、1個はね、止まる動作があるんだけど、その動作はね、まあ、1分程度やってほしいと思います。じゃあ、まずね、やってみます。まずはですね、手も足も肩幅に広げます。この状態で、親指を上向けてですね、手と足をまっすぐ伸ばしましょう。ここから、肘と膝をつける感じで、クロスさせていきます。1、2、3、4、5、はい、感じでいきます。これ両サイドいきます。1、2、3、4、5。これを10回ずつやっていきます。そして、これはお腹をしっかりね、引っ込めないと、肘と膝がつかないので、しっかりね、お腹を引っ込めて、ぐっと。ぐっとつけたら、ピンと伸ばします。1、2、3、4、5といった感じでやっていきます。ちょっと初めはね、バランス悪いと思うんですけども、やっていけばね、安定してきますんで。そして今度は2つ目です。手、肩の下にね、手をついて、まずは足の上に足を乗せます。これ足のつけるところが側面だと少しバランス悪いんで、ちょっと小指側にね、体重乗っけて踏ん張ります。で、手は上に伸ばします。これで肩の高さにね、足を上げたら前後ろに振ります。1、2、3、4、5といった感じで反対もやります。1、2、3、4、5。今のね、コツはね、足を前後ろって動かすんですが、動かす幅がね、体から前後ろ同じだけ動かした方がいいです。これがね、例えば前は結構出しても後ろが出てなかったら、体がね、すごい前に倒れちゃうんで、これもね、ちょっとやっていけばバランスが取れてきます。そして鍛えられます。で、今度はですね、はい、肩の下に手をついて肩幅です。で、足は肩幅より少し狭めです。これで足を後ろに、上にですね、かかとを上向けて上げます。これも10回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10といった感じでやります。そしてラスト、ラストはね、プランクなんですが、プランクをしながらね、体を前後に動かしていきます。スタートのポジションは、肘の位置がですね、肩より少し前に出します。だいたいちょっと前のめりか、もしくは肩の真下に肘つくと思うんですが、ちょっとね、肘より後ろ、ここからこういう感じでつま先を前後に揺らします。肘よりも後ろの位置からスタートして、つま先を前に伸ばして、肩の位置を肘の位置まで合わせていきます。後ろの位置からスタートして、肩の位置まで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたら最後はここで1分間キープといった感じで、はい、この4つです。この4つをね、私はやっております。なので、まあ、ぜひね、これぐらいはやってほしいかなと思います。時間的にしてもね、まあ1分ちょっとぐらいで終わるメニュー4つなので、ぜひ毎日やってもらうとですね、パンチや蹴り、パンチをね、打つ時とか、あとは蹴る時にね、バランスが崩れなくなります。パンチをキックもね、上半身がちょっと前のめりの方が相手にね、攻撃を入れやすいので、しっかりね、こういうトレーニングしていくと、どこでね、どういうバランスでもバランスが取れてくるんですが、体がね、やっぱり反りながらパンチとか反りながらキックは一番良くないので、体の芯がしっかりしてくるとね、しっかり体の軸が安定して攻撃ができてきますので、ぜひね、
皆さん頑張ってみてください。毎週木曜日にね喧嘩道場を配信しますので、まあ、もしくは喧嘩道場でも、トレーニングメニューかもしれないです。ですがね毎週木曜日男性は必ず見に来てください。今日もご視聴ありがとうございました。 Twitter でコメントリツイート、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。